ひなは小さな時から付き合いのある幼馴染だ。マサト、喉が渇いたわ。ひなは大企業の社長令嬢で、本来俺みたいな一般市民とは縁もゆかりもないのだが。ねえ、喉が渇いたのだけれど、早く紅茶を用意なさい。そんな大企業の社長令嬢が、なぜか俺の部屋でふんぞり返っていた。マサト、早く紅茶を用意してくれないかしら。本当にお前は何をやらせるにしても遅いんだから。なあひなさんや。何かしら。帰ってくれないか。え、なぜ。ここが俺の部屋だからだよ。知っているわよ。だからここにいるんじゃない。意味がわからない。さっきの私の話を聞いていなかったの。私家でしたから泊まる場所がないのよ。聞いたよ。だから早く家に帰れって言ってるんだ。ひどいわ。幼馴染に冷たいことを言うのね。むしろ幼馴染だから心配して言ってるんだよ。というか、なんだこの荷物の多さ。どれくらい泊まるつもりなんだよ。そうね、10年くらい。ちょっと何を言ってるのかわからない。いいじゃない。別にマサトは一人暮らしで部屋が余ってるんだし、ここは幼馴染を助けると思ってね。上目遣いでお願いしても無駄だ。聞いてほしければ猫耳もつけるんだな。逆に猫耳つけてお願いしたらいいのね。とにかくダメなものはダメだ。ヒナをうちに泊めたことがバレたらお前のお父さんに怒られるだろ。そうね、お父様は私のことが大好きだから。いくら幼馴染であるマサトでも私と一夜を共にしたことがバレたら腹切りくらいはさせられるでしょうね。俺死んじゃうじゃん。ねえ、どうしてもダメかしら。ダメ、腹切って死にたくない。わかったわ。こうなったらマサトが中二病だった時に書いた小説をマサトの高校にばらまいて。待ってくれ、それは社会的に死ぬ。なら選びなさい。社会的に死ぬか物理的に死ぬか。どっちにしても俺は生きていられないんですが。まあ、わかったわかった。止めればいいんだろ。最初からそう言えばいいのよ。まあ、俺が住んでいるこのマンション自体ヒナの持ち物だから、そもそも俺に選択肢がなかったようにも思う。ヒナのおかげで本来バカ高い家賃の部屋を格安で住めているわけだし。それでお前どうして家出してきたわけ。お父さんと喧嘩でもしたのか。ええ、実はお父様ったら私が高校を卒業すると同時に結婚させようとお見合い話を持ってきたのよ。お見合いか。親の都合で結婚って金持ちあるあるだよな。まあそれ自体は別にいいのだけれどね。そうなのか。だって今まで親のお金で裕福な暮らしをしてきたのだもの。政略結婚くらいは仕方ないと思うわ。でもそのお見合いが嫌で家出してきたんじゃないのか。そうなのよ。そのお見合い相手というのが最悪だったのよ。おお。そいつがどんなやつか気になるわよね。おお。ねえ、もっと興味を持ってくれないかしら。私幼なじみよ。幼なじみがどこの馬の骨とも知れない男に嫁ぐかもしれないのよ。もうちょっと興味関心を持って。まあ話は分かった。でもいつまでもここにいるわけにはいかないからな。逃げるだけじゃ解決しないことだってある。そんなことマサトに言われなくても分かってるわよ。分かってるならそれでいいけどさ。偉そうに。元はといえばマサトが早く私に。あ、なんか言ったか。何も言ってないわよ。マサトが早く私にまでは聞こえたんだけど。聞こえてるじゃないバカ。どうやら怒らせてしまったらしい。ヒナがそっぽを向いてしまった。マサトの黒歴史を拡散してやろうかしら。俺が悪かったから。それはマジでシャレにならんので勘弁してくれ。は、許して欲しかったら明日私とデートなさい。デート。明日学校は休みのはずでしょ。まさか予定があるなんて言わないわよね。ないけど。まあそうよね。マサト休日に遊ぶ友達いないものね。俺の心をえぐって楽しいですか。マサトと遊んであげる女の子なんて私しかいないんだから感謝しなさいよね。はいはい、どうもありがとうさ。ひなはとても機嫌よさそうに笑った。これからいろいろ大変なことが起こりそうだが、ひなが幸せそうなら何でもいいか。翌日の朝。マサト起きなさい。今日はデートよ。マサト早くデートに行くわよ。マサトってば。マユミちゃん、はい。誰その女。こらマサト、一体誰なのよその女。いた。いた。なんで俺叩かれてるの。そんなこんなでヒナに叩き起こされた俺はヒナを連れてプールへやってきた。今日は人が多いわね。
あら、そんなに私のビキニ姿を舐めるように見てどうかしたのかしら。いい父だ。そう、ありがとう。マサトは普通ね。至って普通。突出しているところがまるでない。うん、ひどいね。でも嫌いじゃないわよね。お前、最後にそうやって可愛く言えば何言っても許されると思ってるだろう。お父様はこれで許してくれるわ。女の子ってずるいなって思った。その後、俺とヒナは夕方までプールで遊ぶのだった。プールからの帰り道、ヒナと並んで歩いていた時だった。俺とヒナは突然、黒い服を着た人たちに囲まれた。ヒナのお知り合いか。多分、お父様のボディーガード。そうヒナが言うと、俺たちの前にヒナのお父さんが現れた。見つけたぞ、バカ娘。当たり前だが、お父さんはとっても怒っていた。まったく、突然家出なんてして、すっごく心配したんだからな。お父さんはな、ヒナが誘拐でもされてしまったんじゃないかと、本当にな。あのね、大の大人が泣かないでちょうだい。マサトの前でみっともない。泣いてなんかないが。お父さんは、こほんと咳払いして、間を置いてから俺に目を向けた。久しぶりだね、マサト君。大体の事情は把握しているよ。マサト君には娘が迷惑をかけたようだ。あ、いや、いつものことなので。お父さんの態度が思ったよりも優しかった。ヒナと同じ屋根の下で寝たことに関しては何も思っていないみたいだ。ところでマサト君、腹を切るのと焼けた石の上で土下座するのはどっちがいいかな。訂正、とても怒っていらっしゃる。私の可愛い娘と一夜共にするなんて、いくら昔から仲の良かった君でもお父さんは許せない。あんなに可愛いヒナと一夜を共にしたんだ。手を出したり違いない。落ち着いてください。俺、ヒナに何もしてないですよ。それはうちの娘に魅力がないということかね。うわ、めんどくせえ。まさかマサト、私に魅力がないから手を出せなかったの。こっちもめんどくせえ。俺は天を仰いだ。とにかくヒナ、うちに帰ってきなさい。いやよ、またあの男とお見合いさせる気なんでしょ。冗談じゃないわ。あれはお父さんも悪かった。今度はもっといい人を探しておくから。絶対に嫌。私は帰らない。お父様のバカ。な、お父さんにバカはないだろう。お父さんだって傷つくんだぞ。あ、まあまあ、その辺で。うるさい、マサトは黙って。そうだ、君は引っ込んでいたまえ。本当は仲良しだろ。大体ね、マサト君がはっきりしないのがいけないんじゃないかい。お父様、それは。この際だからはっきり言わせてもらうが、娘はマサト君のことが好きだ。正直、お父さんが嫉妬するくらい君にぞっこんだ。羨ましい。お父様、何を勝手なことを言って。娘の部屋は君との写真でいっぱいだし、休みの日は一日中それを見てニヤニヤしてる。お父様、なんで知ってるのよ。お父さんがお前のことで知らないことはない。とにかく娘は君のことが大好きなんだ。君も男なんだ。うすうす娘の気持ちは気づいていただろう。それはもちろん。それならどうして娘の気持ちに応えてあげないんだい。私はね、君なら娘を任せてもいいと思っていたけれど、君にその素振りがなかったから団長の思いでお見合いをさせることにしたんだ。ここではっきり言ってくれないかい。娘のことが好きなら君に任せよう。もしも違うなら。俺、高校卒業したら大学に入って、大学を卒業したら起業しようと思ってるんです。うん、まだ何をするとか具体的には決めてないんですけど、でも起業して、で、会社を大きくしたいんです。それが娘と何の関係が。俺、今のままじゃダメだと思ってて、きっと今ヒナと一緒になったらヒナに頼りきりになっちゃうと思うんですよ。だからヒナにふさわしい男になってから、ちゃんと胸張ってお父さんに娘さんをくださいって言いたいんです。マサト、時間はかかるし、正直いつになるかわからないですけど、でも俺はヒナに養われるだけの男にはなりたくないんです。そうか、それが君の気持ちか。ならば君にはうちの娘をやるわけにはいかん。娘にふさわしい男になってからまた来なさい。その時まで少なくとも見合いはさせないことにしよう。お父様。まあ、その時が来るまで娘が君のことを好いているかは別だがね。なるべく早くお宅に伺います。わっはっは、その時を楽しみにしているよ。頑張りたまえ。そう言ってお父さんはボディーガードを連れて帰って行ってしまった。あ、まあそういうわけだからさ、待っててもらえると嬉しいんだけど。まったく、まあマサトがそうしたいなら好きにするといいわ。私が待ってあげるかどうかは別だけれどね。うん、ありがとう。私のために頑張ってね。
それから俺は猛勉強して進学し、宣言通りに大学を卒業した後に起業した。いろいろな困難の果てに見事ヒナと結婚することになるのだが、それはまた別の話である。サルベド漫画でも怖がりな幼馴染など100本以上シナリオを担当してくださってる青春気分さんのラブコメ小説、幼馴染の魔王の娘が家出して今はうちで居候してるが発売されました。家出してきた魔王の娘のルーシアが居候になり、様々な日々を送るわがままだけど時々可愛い放っておけない幼馴染と過ごす一つ屋根の下ラブコメ、気になった方は概要欄をチェックしてみてね。